秘密の暗号、ミニアルバム、ナンバーオー、リング、のタイトルに込められた意味とは ?2024 年5月27日、月曜日、リリース決定おめでとうございます。2024年5月27日、私たちのファンたちにとって待望の日がやってきます。ミニアルバム、ナンバーオー、リング、がついにリリースされます。情報解禁の興奮が高まり、予約のカウントダウンが始まります。 しかし、このアルバムの名前に込められた意味を考えたことはありますかナンバーをリング文字通り、それは何を意味するのでしょうか単なるランダムな文字の羅列ではありません。これは、深い意味を持っている可能性があります。この記事では、その意味に迫りつつ、アルバムの期待感を高めていきたいと思います。王は何を表しているのでしょうか多くのファンが最初に考えるのは、ゼロ、ゼロかもしれません。しかし、 これは一体何を示唆しているのでしょうか私たちはアルバムの中でゼロという概念に何を見出すことができるのでしょうか一つの考えはゼロが始まりを意味することです。無から始まり何もない状態から何かが生まれるというプロセス。これは創造性の源泉であり私たちが新しいことを始めるときに必要な状態です。アーティストたちは常に新しいアイデアや表現を生み出すためにゼロから出発するのです。 もう一つの視点は、ゼロが終わりを意味することです。終わりから新たなスタートを切るという意味合いです。何かが終わることで、新しい可能性が明ける。過去の経験や挑戦から学び、より良い未来に向かって前進することができるのです。アルバムのタイトルにある、リング、波動でしょうかリングは感、は、感情のものを指すことがあります。これは一体どのような意味を持つのでしょうか一つの解釈は、 リングがつながりや循環を象徴しているということです。音楽やアートは人々をつなぎ、結びつける力を持っています。アルバムの中には私たちの心に深い共鳴をもたらすメッセージやストーリーが詰まっているかもしれません。そして、それらのメッセージは私たちの心の中で循環し、続いていくのです。もう一つの視点は、リングが連続性を意味することです。アルバムの中には、 一つの曲から次の曲へと繋がる流れがあるかもしれません。そして、それぞれの曲が一つのストーリーの一部であり、全体として完結した物語を形成しているのかもしれません。このように考えると、ミニアルバム、ナンバーオー、リング、は単なるアルバム名ではなく、深い哲学や意味を内包しているかもしれません。それは私たちが新たな始まりや終わり、そして繋がりの中でどのように成長し、 変化していくかを表現しているのかもしれません。このアルバムが私たちにもたらすインスピレーションや感動は、一体どのようなものなのでしょうか予約が開始されるまで、私たちはこの問いに答えることができません。しかし、その瞬間が待ち遠しいですね。最後に、あなたはこのアルバムの名前に対してどのような解釈を持ちますかそして、このアルバムがあなたにとってどのような意味を持つのでしょうか 私たちの心に響く新たな物語が、このアルバムの中で待っているかもしれません。予約が開始されるまで、私たちは興奮と期待を胸に、このアルバムのリリースを待ち望みましょう。ナンバー、I スタッフが5月27日にリリースされるミニアルバム、ナンバー O リング、のプレオーダーが間もなく始まります。おめでとうございます。しかし、このアルバム名には何か深い意味があるのでしょうかそれに、なぜ、 ナンバーをリング、という名前なのでしょうかさて、私たちはこれらの疑問に答えるために、少し過去に遡ってみましょう。数年前、私は友人と一緒に素晴らしいバンドのコンサートに行きました。彼らの演奏は素晴らしく、私たちはその日を本当に楽しんでいました。しかし、一つのことが私の注意を引きました。バンドのリーダーがステージ上で言ったことは、私たちは数字を表現しているだけです。 それぞれの人がそれに自分自身の意味を見出すことができます。その時から数字には私たちにはまだ理解できていない何かがあると感じていました。それは数学的な意味や数量的な表現だけではなく感情やアイデンティティを表すこともあるのではないかと考えるようになりました。そして今回のアルバムの名前ナンバーオーリングが目に留まりました。ナンバーオーつまりナンバーゼロそしてリング 数字ゼロトリング。これらの言葉にはどんな意味があるのでしょうかそれを理解するために、私たちはバンドの音楽を通して物語を紐解いてみましょう。アルバムの中には様々な楽曲が収められています。その中でも特に目を引くのが、最初のトラック、オーバチュアです。この曲は、まるで新しい旅の始まりを告げるような雰囲気を持っています。 聞くものに様々な感情と思考を呼び起こし、自分自身の旅路に立ち向かう勇気を与えてくれるような力を感じさせます。そして、次の曲、ゼロトゥーヒーロー。この曲は、誰もがゼロからヒーローへと変わる可能性を持っていることを示しています。数字ゼロは、何もない状態から始まることを象徴しています。しかし、その後に続く、リング、つまり、リングは、結束や循環を表しています。 つまり、私たちはゼロから始まり、無限の可能性を持ちながらも、結局は何かにつながり、循環することを意味しています。このアルバムは、数学的な意味だけでなく、感情やアイデンティティに関する深いテーマを探求しています。それは、私たちがゼロから始まり、私たち自身の人生のリングを紡ぎながら、自分の旅路を歩んでいくということを表しています。では、なぜこのタイトルが選ばれたのか。 その背後にある物語は何なのでしょうかもしかしたら、それはバンドメンバー自身の人生の旅路や、彼らの音楽的な旅に関連しているのかもしれません。それについて、彼らに直接聞いてみると興味深いかもしれませんね。最後に、このアルバムがリリースされることで、私たちは自分自身の旅路に立ち向かう勇気を持ち、ゼロからヒーローへと変わる可能性を信じることを思い出させられます。 それは、私たちが生まれ持った素晴らしい力を発見し、それを世界に示すことができるという希望のメッセージを伝えています。ナンバーオー、リング、は、私たちが数学的な数字だけでなく、私たち自身の意味やアイデンティティを見つける旅についての物語を語るアルバムです。リリースが待ち遠しいですね。さて、このミニアルバムのタイトル、ナンバーオー、リング、について考えてみましょう。一体、 このタイトルにはどんな意味が込められているのでしょうかナンバー王という言葉が示すのは、もしかして、ナンバー、愛の世界における新たなショーの始まりなのかもしれませんね。そして、その、リングは、連結する、結びつける、という意味を持つ単語です。これは、ファンとアーティストの絆をさらに深めるためのものなのかもしれません。発売を待ちわびるファンの皆さんの中には、このタイトルにはまだ謎が多いと感じている方もいるかもしれません。 私たちが想像する以上に、アーティストたちは独自の世界観を表現することに心血を注いでいます。彼らの音楽、歌詞、そしてタイトルには、深い意味や物語が込められていることがよくあります。ですから、ナンバーオー、リング、がどんな物語を語るのか、リリースを心待ちにするファンにとっては非常に興味深いですね。また、このミニアルバムのリリースに伴って、アーティストたちは様々な活動を展開しています。 テレビ番組への出演やイベント出演、SNS での情報解禁など、彼らの活動はますます多岐にわたっています。ファンの皆さんにとっては、彼らの活動を追うだけでも楽しい時間となることでしょう。さて、このミニアルバムのリリースに向けて、あなたはどんな期待を抱いていますか新しい曲、新しい世界観、そして新たなメッセージに出会えることを期待しているファンの皆さん、きっとたくさんいることでしょう。一方で、 アーティストたちの意図やメッセージを考えることで、より深く楽しむこともできるでしょう。ナンバーオー、リングのリリースが待ち遠しいですね。これからの情報解禁やプレオーダー開始に、ますます期待が高まります。ファンの皆さん、準備はいいですか楽しみにしていてくださいね。あなたは、自分自身の人生の旅路で、どんなゼロからヒーローへの変化を経験しましたかそれは、どのようなリングを紡いでいますか話を聞かせてください。